今回の用語解説シリーズはセルフイメージについて改めてお話をしてみたいと思います。まあ、基本中の基本ですけどね、セルフイメージ。自分が自分に対してどう思ってるかということですね。例えば、数学が得意で、国語が苦手とかっていうふうに自分が思ってたら、そういうセルフイメージですね。コーヒーより紅茶が好き。そういうセルフイメージ。いつもニコニコして、友達がたくさんいて、友達思いである。優しい性格であると、そういうセルフイメージ。お父さんお母さんも好きだけども、自分はおばあちゃん子だと。おばあちゃん大好きで、おばあちゃんからもいつも可愛がられてきたと。自分はおばあちゃん子だというセルフイメージ。いろんなセルフイメージがあると思うんですね。まあ、そういった自分が自分に対してどう思ってるかって、このセルフイメージ、これはコーチング理論の中でとても重要な、キーワードですね。で、このコーチング理論を学ぶということは、現状に対して、まあ、課題とかですね、問題を感じていて、そして未来を思いっきり変えたいという方が、このコーチングを学んでると思うんですね。まあ、自分自身もそうだったんですけども、もっと未来を思いっきり変えることができないのかなということですね。いろんな自己啓発とか目標達成とか成功哲学とか、そういったものを読み漁って、なかなかでもうまくいかなかったんですね。ところが、このコーチング理論を学んで、科学的根拠がある理論体系だったんで、これはいけるだろうと。で、確信を持って飛び込んだという、まあそういう経緯がありますけれども、自分の未来を思いっきり変えるためには、もしかしたら、いろいろな自己啓発の書籍の中には、環境を変えるのがいいっていうふうに書いてあるところがあるかもしれません。で、このコーチング理論においてはですね、環境、コンフォートゾーンをね、変えていくということではなくて、セルフイメージを変えるとコンフォートゾーンが変わるんですよと。順番がセルフイメージを変えることによってコンフォートゾーンを変えていくんですよと。この順番をとても大切にしてるんですね。だから最終的にコンフォートゾーンを移行させていく。現状のコンフォートゾーン。そしてゴールは現状のコンフォートゾーンの外側に高いところに設定し、そしてゴールを達成した時に自分がいるコンフォートゾーン。ここにコンフォートゾーンを移行させていくためにはどうすればいいか。この方法論がまさにこのコーチング理論の中にたくさんの方法論があるわけですけれども、コンフォートゾーンを移行させるという言い方をしますけど、結論から言うとですね、コンフォートゾーンを移行させるためには環境を変えるということではなく、セルフイメージを変えることによってコンフォートゾーンを変えていくというところを我々はこの理論で学ぶんですね。ですので皆さんもですね、あ、自分の人生を変えるためには環境を変えていこうと。環境を変えることによって未来を変えることができるんだっていうふうに、万が一そのように考えている方がいたら、ここは改めて原点に戻ってですね、セルフイメージを変えることによってコンフォートゾーンが変わる。だから結果としてコンフォートゾーンを変えると。目的としてはコンフォートゾーンを変えるということを、ゴールを達成していくためにコンフォートゾーンを移行させていくというところを理解した上で、そのためには何をするべきか、それはセルフイメージを変えることがポイントになるんだよということをしっかりと押さえていくということですね。セルフイメージを変えることによってコンフォートゾーンを変わる。セルフイメージを変えるためには、以前も説明した通り、セルフトークを変えるということも一つですよね。他の方法論もたくさんあります。もちろん、ゴール設定はど真ん中ですし、いろんなこう考え方がありますけれども、ゴール設定があったりとか、セルフトークをコントロールすることによって、セルフイメージを書き換え、そしてセルフイメージが書き換わったらコンフォートゾーンが移行するというふうに、この順番を改めて確認しておいていただければと思います。ということで、まあ、これはとても重要な基本中の基本ではあるんですけれども、ここは忘れないように押さえておいていただければと思います。より詳しく学びたい方は、このコンフォートゾーンの作り方、この書籍の中にもしっかりと書かれてますし、PXTPI、そして、認定コーチになっていけばですね、そのさらに奥にあるいろんな理論体系も一緒に学ぶことになりますので、ぜひ認定講座もチャレンジしてみていただければいいんじゃないかなと思います。ということで今回は以上となります。ワクワク様でした。